おはようございます。ヒット情報局3回目 ?4 回目、はい、4回目です。伸び伸びになってました。高取さん、ちょっとね、お散歩がてら行きたいと思います。いい天気ですね。どこが雲一つない。雲しかないか。ではレッツゴー。なんかハーブっぽいな。ミントですか。ミントっぽいな。でも葉っぱが確かに。でもミントじゃないわ。ミントじゃない。何これ、何言った何言った気はするけど、パクチー。パクチーな。パクチー。マジで。マジで。いや、苦手なんです。で苦手。そうだ。ここからじゃじゃーん。高取さん。はい、高取さんです。だいたい学校から10分ぐらいですかね。今ゆるーく歩いてきて。そうですね、5キロ。これね、いっぱい登り口あるんですよ。でこっちの方が多分楽や。はい、じゃあ楽、はい、楽な道行きましょう。でもめっちゃ森林、なんかマイナスイオン感じてます、私今。なんか出た、明日逃げるやろ。逃げますよ、そら。トンボでも逃げんのに。ちゃうやん。あー、言わへんの。怖っ。それは景色見たさんですか。あのね、あ、じゃあ夜の日、割と、それは何ですか？もう入ることはできない。今、階段。おぉ。この階段に見覚えがない。え？ない？ないけど、走るよ。あ、そういうことね。今、二つ階段を登ってきたところに、なんか、景色ですか？結構登ってるよ、この時点で。おぉ！まだ上行くみたいなんですけど、神戸空港に降りる飛行機が綺麗に見えるから。へぇー、一つ目のチャミジェね。一つ目、一つ目です。二つある。そうなんや。一個目です。おぉ、あそこな、テラスが。あ、ほんまや、ちょっといい感じのテラスありますね。あ、見たんか、見たか。チャミジェですか。めっちゃあるよ。チャミジェからまだまっすぐ上がっていきます。はい、ラジオ体操会場。ここまでだってまず登ってくる、え、5時半ちゃいます。あ、6時半6時半か。これはこれ登ったことないわ。いや、これは登らんでしょう。すごいな、ここ上なんもなさそうやけどな。昔はあったんじゃないですか。これもすごいな。ほんまや、これ何。これもまあ神社でしょうけどね。さて、どんどん上がっていきましょう。ここにもジブリの世界って感じ。ほんまやな。はい、大杉、なんて読むか分からへん。小村大名人もおる。ほんまやな。おはようございます。おはようございます。なんか学校の裏手にこんな神秘的なところがあるなんて知らなかったから、なんか新鮮ですね。みんなの高さで高取さんをより美しい環境に、みんなの善意で大切に守っていきましょう。この辺からコンクリート、カエル字のコンクリートやと思います。あー、登りやすいですね。だいぶ上がってますよ、もう。うん、ここで休憩しますかね、一回。そうですね、第一休憩所ということで。ここもなんか広場あるな。ほんまや、ラジオ体操第2位。別に第1と第2同じとこでやっていいや。めちゃめちゃ立派な鶏やで。ほんまや、トサカエグいな。すごいですね、毛づくろい中。すごくない？上手。マリリン・モンローとか。え、これ本当絵ですか。絵やで、描いたやつや。確かおばちゃんおってんけど。お前、あ、こんにちは。こんにちは。ちょっと休憩させてください。こんにちは。はい、ピピちゃんスタートです。ピピちゃんから9です。ピピちゃん、ありがとう。ありがとう。さあ、2つ目のチャミセさんでしたね。そうそう。あそこのおばちゃん、ええ人でしょ。はい。すごいいいお母さんでした。これもすごい。時間的に、そんな経ってないよな。経ってないと思います、そんなに。さっき時計見たら、まだ10時過ぎやったね。はい。30分ちょいしか経ってない。なんせ神社多いな。ねえ、この辺りは神様が多いんですかね。そうやな。あ、こんなん
秋とかめっちゃ綺麗さやな。これはもみじですよ。なめっちゃ綺麗さやな。絶対綺麗。今日ずっと雨予報だったじゃないですか。もう1週間前ぐらいから。だね。なんなら昨日ぐらいまでも雨のマークついてたりとか。うん。よかったですね、登れて。ね、ちょっと晴れてきたし。ここに公園があってトイレがあるんですよ。じゃあまあここも一つ休憩場所みたいな感じですね。ですね。あれが言ってた。輪投げ。輪投げ？輪投げの。あ、本当だ。でしょ？思ってたよりも。うん。コンクリートしてるやろ。なんかあの。アナログじゃないでしょ。はい、カラフルじゃない。そうそう。感じですね。これ。六甲全山重層があるんですよ。これ須磨公園から宝塚まで山の上あるんです。だいたい55、6キロあるんですよ。これのルート、ここは最後のお茶屋さん。ここにね、いつも猫いっぱいおってんけどね。最終どこですか？今半分ぐらい来たってことですか？半分以上来てます。おー、いいですね。多分茶店さんは年寄りの憩いの場やね。ね、憩いの場。このファンタのこの、そうやん、看板な。看板。古い。あ、なんかめっちゃレトロ。な。本吉みたいないっぱいいますね。だいぶ登ってきましたね。おお。これはもうちょっと晴れとったらね。もっと綺麗でしたね。よし。あと少し。あと少しですね。頑張りましょう。はい。あ、ここも輪投げですよ。ここや、餃子、多分。もう一個お茶屋さんあったわ。こんにちは。ここです。はい。これを、はい。右上がったら神社。はい。高取神社。あ、これ絵になるやろ。わあ。新海誠先生の、はいはい、映画とかにも出てきそう。使えそうなぐらい綺麗。インスタ映えです。ただ見てください皆さん、あれあれあれよ、あれ登るんよ。壁やん。壁やな。はしごや。はしごや。ああ、越された。これが神社です。じゃじゃーん。すごい。綺麗やろ？はい。わあ。で、なぜ鷹取と呼ぶか。名前の由来です。由来です。いきます。はい。その昔、山の裾野が海となり、タコが取れたことからタコ取りさん。たくさんのタコが。って言われてるらしいですよ。次元がちゃうから、ここ。今のは神社でした。神社に山頂があって、山頂っていうこう石が立ってますわ。あとこれで山頂でございます。が山頂への道です。もう塗り壁。塗り壁見たことあるの？ない。到着。わーいと言いたいんですが、え、頂上この上です。階段の幅、階段じゃない壁。ここだぜ、山頂。これ山頂ですか？山頂でございます。山頂到着。到着。パイ作ってきました。なるほど。え、それ自分で？はい、ご賞味いただければと思います。はい、止めます。かじっちゃいましたけど美味しい、マジで、うん、あっさりしてて、うん、なんか歩いてきてよかったなって思いました。結構頑張りました。うん、丸、ま